こんにちは、ザワザワジャポンです。ドラマ勇者ヨシヒコと悪霊の鍵は2012年10月から12月までテレビ東京系のドラマ24枠で放送されていました。脚本監督は福田雄一さんで、山田孝之さん主演によるドラクエ風のローコスト冒険ドラマでした。主人公のヨシヒコは山田孝之さんが演じ、ヨシヒコのパーティーの男女は宅間真さん、紫は木南遥さん、メレブは室津さんが演じました。勇者ヨシヒコといえば、毎回数多く登場するゲストキャラが見どころの一つで、他のドラマでは主役を張れるような役者さんがちょい役のゲストとして登場していたのが非常に面白いドラマでした。そこで今回は勇者ヨシヒコと悪霊の鍵にゲストとして登場したキャラをご紹介したいと思います。勇者ヨシヒコシリーズには他にも勇者ヨシヒコと魔王の城、勇者ヨシヒコと導かれし7人が放送されましたが、今回は勇者ヨシヒコと悪霊の鍵の公式ホームページに掲載されているキャラに絞ってご紹介いたします。第1話、オルトガ、鈴木福、ヨシヒコの血を受け継ぐ少年、かなりスケジュールがタイト、長老坂田忠、村を救う勇者を募るカボイの村の長老、オルダン、神尾優、ローラシアの長老、ラボナの使い、ヨシヒコの子孫の存在を伝えに来る道ヨシヒコ、荒井和夫、仏が中途半端に生き返らせた3人の中の1人、死んだ時の状態なので戦闘能力はゼロに等しい、道紫、星野明子、晩年の紫、口の悪さは健在、道壇上、後藤正興、晩年の壇上、白髪の長髪に眼鏡をかけている、仏のうっかりによって老いたままの姿で蘇ってしまった。第2話、姫、変身中、バービー、フォーリンラブ、カバナの村の豪商の娘、このような顔になったのは魔物の呪いのため、姫本来の姿、伊藤真美子、竜の鏡によって戻った本来の美しい姫、若旦那、宮崎トム、ハンザの村の床屋の若旦那、姫の腰入れを間近に控えている目白、田中美春、姫に仕える次女アリー、平野綾、盗賊美堂を激しく愛している女、美堂、細田義彦、アリーを激しく愛している盗賊。第3話、ザジ、青木宗隆、毒斬り攻撃で恐れられる盗賊、ボス、ミッツマングローブ、邪魔な女は排除し気に入った男だけをそばに置くお姉系の魔物ボス、正体は巨大なマングローブの魔物。第4話、新人盗賊、小柳優、盗賊になるために教習所に通っている、現在仮免許段階で路上教習中、教官八島のりと、盗賊教習所で熱弁を振るう教官、村長阿南健二、村人に重い年貢を強いるトロダーンの村の村長、鍵に宿った悪霊に操られていただけで本当はいい人、幽霊の親玉、温水陽一、北の山のあばら屋に住むオーソドックスな幽霊、前の村長で人がよく騙されやすいキャラ。第5話、井戸の怪人、佐久間一行、井戸をネタにひたすら歌い踊るだけの怪人、特に害はない、コンパチ、三股又蔵、佐久浦の村で魔物の餌になるように村人を洗脳していた男、実は魔物に操られていただけで本来は立派な指導者、大森、鈴木正幸、コンパチと喧嘩が絶えない村のおまわりさん、ルキーノ、宗田祝、中学生で妊娠してしまいそれでも産むことを決意した女の子、イヌーイ、松村陽生、教育方針をめぐってコンパチとしばしば衝突する、アマゾ、渡辺妙子、医者のような仕事もしている女、コンパチも彼女には頭が上がらない、コチョーン、高野橋清子、職員室で最も偉い指導者、キョトーン、西澤勉、職員室で2番目に偉い指導者、ヒゲ取り、坪内悟、コンパチの良き理解者。第6話、仙人、梶原善、山小屋に住む仙人、時間を止めることができる、ヨシヒコへの修行の内容と成果は甚だ怪しい、ボルカノ、高橋勉、武道会 B ブロック2回戦の相手、ヨシヒコをなぜか芹沢と呼ぶ、ネルソン、大東俊介、武道会 B ブロック1回戦の相手、
東林寺最強の男、柔道八段、空手九段、タシスン、ペジョンミョン、武道会準決勝の相手、痩せ細った力士風の男、力は弱い、ジャッキーピョン、阿波根誠、武道会決勝戦の相手、サングラスとヒゲで素顔を隠す謎の男、サマルタリア、鎌倉太郎、アイシスの城の王、武道会の主催者。第7話、ルイーダ、佐藤恵理子、仲間を預けておくことができる酒場のセクシーなお姉さん、偽義彦、浜田岳、変身の呪文で義彦になりすました魔物、こじゃれたジョークが得意、偽紫、有村架純、変身の呪文で紫になりすました魔物、料理とお菓子作りが得意、偽メレブ、山中隆、変身の呪文でメレブになりすました魔物、強力で役立つ呪文をいくつも持っている、偽壇上、シシドカイ、変身の呪文で壇上になりすました魔物、ジェントルマンで子供にも優しい。第8話、メンタリスト盗賊、戸次重幸、他人の心の中が読めるため敵の攻撃を全てかわすことができる、フローナ、中村ゆり、パパラタの村に住む人妻、夫の DV に耐えながら献身的に尽くしているけなげな女性、ゾーザー、柿沢隼人、フローナの夫、エルフ、野村圭介、旅の扉の場所を知っているムーンポタの村人、気の強い女がタイプ、カジノの女、田中小夏、カジノの男性客を誘惑してくる女、犬、ボコ、ムーンポタの村にいる喋る犬、村の盗っ人だったが魔物に犬にされた。第9話、モルガン、田中直樹、エスタスの村で発明を生業としている男、幻の金属を使った最強の装備を作ることができる、狼男、勝地亮、満月の夜に狼に変身する男、変身が完了すればそこそこ強い、盗賊、森崎博之、数々の強敵豪傑を倒してきたと豪語する盗賊、あくまでも自己申告でありほぼほぼ嘘と思われる、エリザ、指原莉乃、少し天然の毛がある女盗賊、すっぴんの自分に自信が持てない乙女心を持ち合わせる、コンパチ、堀、タクーラの村で村人を指導する教育者、再登場のようでそうでもない。第10話、モンスター、大水洋介、ラバーガール、暗黒の神ルスタークの城を守るモンスター、攻撃力はかなり強く独特のけなし方で敵にダメージを与える、コウスケ、佐藤勇気、海の家で働く青年、血のつながらない妹ライムを大切に思っている、ライム、木下美咲、コウスケの妹、ミニ FM 局を開くことを夢見ている、ラゴス、及川伊蔵、海の家のマスターでコウスケとライムの父親、変化の杖のありかを知っている。第11話、シンポジオン、大竹誠、暗黒の神デスタークの双子の兄で日の光を持つ光の神、光のオーブを手に裏世界の闇に身を隠している、皇帝、森山修一郎、入野美優、かなりの攻撃力を持つ魔族のボス、目から発する光線で敵に大ダメージを与える、デスターク、平田博明、大地の奥深くに作り上げた裏世界に君臨する暗黒の神、敵の脳に侵入して敵意を喪失させることができ、とてつもない攻撃力を持ち合わせる。いかがでしたか？勇者義彦と悪霊の鍵は前作で魔王が倒されたラストから100年後が描かれていました。主な出演者や制作スタッフ、内容のスタイルなども前作同様 70% くらいのモチベーションで制作されました。勇者義彦と悪霊の鍵が気になった方はぜひ見返してみてくださいね。またこの動画の高評価や感想などがありましたらぜひコメントをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。